映画全裸監督で有名なアダルトビデオの監督村西徹さんが1988年にジャニーズ事務所の所属タレントと一夜を共にしたと語る女優を起用してビデオをリリースしたところ、激怒したジャニーズ事務所が事実を否定し、主演女優と制作者サイドを激しく批判しました。怒った村西監督がジャニーズ事務所のスキャンダルを募集する電話回線を開設したところ、ジャニー北川社長と元ジャニーズ事務所のアイドル北浩二の同棲生活についてタレコミ情報が入りました。すでにジャニーズ事務所を辞め、歌手や俳優として鳴かず飛ばずだった北浩二さんは、村西監督の依頼で休校したノンフィクション作家の本橋さんの取材を受け、ジャニー北川氏の性加害について赤裸々に語りました。証言は本になり、その後ドキュメンタリービデオになりました。本書はその時の一連のエピソードについて書かれています。改めて当時何があったのか教えてください。あの頃ですね、村西と、まあ、ハワイから抑留生活から日本に帰ってきて、もう一回再会しだしたんですね。でそれの、再会しだした最初の頃の作品が沖縄で撮った作品で、その時にたまたま出演してた女の子がトシちゃんと私に寝たことがあるのよってポロッと言ったんですね。でと今はそういう AV 女優が芸能人と寝たということをステップにしてメジャーになるっていうある種のそのマニュアルみたいな方程式があるけども、はいはい、1987年当時ってのは全くなくて、たまたまハプニングで出た言葉だったんですよね。でたまたまそれを聞いたのがあの村西徹だったってことで、なんかこれはいいんじゃないみたいな感じで、それをフックにしてその作品を撮ってで発売したところ11PM がそれをちょっと取り上げたんですけども、 まあ、ある筋からそのこの担当2人が飛ばされちゃったと、はい、おでその作品を載せた週刊ポストがあったんだけども、うん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 、そこにジャニーズ事務所からクレームが来て、はいはいはい、で編集部もじゃあ当人とこう会ってくれということで、はい、で会ったんですよ。で村西徹とその主演の女の子が行って、でそこで来たのが豪華メンバーで、メリー北川副社長、あと田原俊子本人、はいはい、うん、と白畑さん今出てて、はいはいはい、と広報担当の方ですよね。そうです、そうです、はい、当時ね、今、うん、取締役です、うん、とあと今の社長のジュリーさん、はい、ジュリー恵子さん、はい、そうそうたるメンバーで、うん、でやり合ったんだけど、やったやらないってね。で途中から今度は親衛隊が出てきて乱入してきて、その女の子も糾弾したわけですよ、うん、で親衛隊っていうのはどんな方々なんですか？いや田原俊彦の親衛隊、ね、ファン、うん、ファン、うん、熱狂的な、はいはい、でこの子は親衛隊なんかにいないと、で糾弾されてで、まあ、そこで決裂したんだけども、まあ、かなり恥ずかしめを受けて、たということで、で村西徹が、まあ、よしっていうんで受けるっていうん でなぜかあの頃は SNS とかもなかったので、はい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 、電話回線1本引いて、うん、ジャニーズ事務所マル秘情報探偵局っていうのを使ったので、はいはいはい、たらでそこを有刊紙とかにその番号を載せてたらバンバン電話かかってきたんだけど、まあ、98% は罵声だけど 2% そのジャニーズに関する情報スキャンダルとか入ってきて、でその中の何本かに昔60年代後半にフォーリーブスの北浩二と、はいはい、ジャニー北川社長がずっと一緒に、うん、暮らしてたと、うんうん、でかなりディープな情報があったんですよね、うんうん、村西徹はじゃあいろいろ喋るんじゃないかっていうんで、他にもいろいろ結構ね一本十分特集になるようなスキャンダルの情報もあったんだけど、そっちはどけといて、うん、でジャニーさんっていうのはそういう噂っていうのはかなり前から業界で噂があったから、はいはいはい、じゃあ来た子に喋んじゃねえかなっていうんで、うんうん、でスタッフ飛ばして、行ったんですよ。ほうほう、うん、
ったらこうちゃんは出身地の、和歌山県田辺市にいるっていうんで、はいはいはい、行ったらたまたま、運よく現地で人を探す最初の段階でたまたまこうちゃんの実家、まあ、裏にあるっていうのを突き止めて、うん、であったんですけども、こうちゃんその頃一時問題にあったあの咳止めの風邪薬ね、はいはい、あれを乱用しててほとんどこう心ここにあらずで、で肌もちょっとこう土気色してて、で仕事もなくてね、で肉体労働ずっとやってたらしいんだけども、でとにかく東京来て話さないかって言うんで、で呼んだんですよ。でそれがニューオータニ でその時も私も会ったんですけども、うんうんうん、まあ会った時はそれ元、ね、スターというあれは隠れもなくてすごい地味で落ち込んでいて、うんうん、誰も来た工事だったのは分からなかったやつね。あ、うんうん、で仕事もないし長年で過去に逮捕歴もあったし、うん、もう東京に歩いていても誰も振り向かないしっていうんで忘れ去られた人だね。で北工事のその半世紀本出そうよと、うん、で一つの狙いというのはジャニーさんのそういう昔からある噂がねあって、その相手が北工事だったっていう、それも語ってもらおうと思ったんだけど、うん、で、まあ、本人は了承したんですよ、喋るっていうのね、はいはい、うん、で私がその構成ゴーストをやるということで、で浅草ビューホテルで何週間後に個室で始まったんですけども、こうちゃん自身はだよね、ジャニーさんとのあれは全く全否定してましたよね。あ、うん、で傍らにマネージャー的な感じでその元フォーリーブスの親衛隊の女性がいて、はいはいはい、その人も全否定して、うん、噂ではあるけどって、ね、うん、でじゃあこれはまあ単なる噂なのかなと、うん、うん、はそれ置いといて、で北工事の反省をずっと語ってもらったんですよね、うん、で私はそういう人の反省聞くの好きだから、はいはい、電気がね、うん、あとそう、うん、でこうちゃんの反省が十分聞けるっていうんでじっくり聞いて、はいはい、でこうちゃんもいろいろ喋ってくれて、はいはい、でやったんだけど、何て言ってもそのジャニーさんとのあれは否定するから、でやっぱ噂だったのかなっていうん で4日目かな、うん、毎日聞いてたからね、にまたテープ回して話を聞こうとしたら冒頭で頭下げたんですよ、はいはい、うん、ごめんって今まで語ってきた俺全部本当だけど一つだけ嘘ついてたと、ジャニーさんとは実はそういう関係があったんだと、はい、で付き合っていたんだと、で一緒に暮らしていたって、で夫婦みたいなもんだったって、うん、夫婦って言うんだよね、うんうんうん、でで、そっから席を切ったように喋って、で当時離婚した直後なんだけど、これは前の女房にも話してない。誰にも話してなかった。全部自分だけの秘密で墓場まで持っていくつもりだったけど、地図はあったんだと。で、こっちが想像していたよりも深く関係があったから、はいはいはい、で、北工事の北というのは、ジャニー北川の北から来てると。で北は変えて東西南北の北に変えたと、うんうん、というあれでね、その語り出して、うん、でこちらが想像していた以上に深い関係で、全部喋ってくれましたよ、うんうん、なぜその日にから語り出したかというと、はいはい、その前の夜に村西徹が、もう北工事で、ね、やっていける時代じゃないと、うんうん、誰も知らないよと、うん、全て投げ打ってもう一回再生するにはもう全部剥ぎ出さないで裸にならないとダメだよっていう、で人は得意の欧州和法があるから
で欧州和法っていうのは一つ の, あの根底にはあの情熱というキーワードがありますからね、はい、で情熱を持って接する人間というのは人を心を動かされるから、まあ、その最たるもんが村西徹で情熱の塊で、くどいたところ、まあ、本人も分かったんでしょうね。で北高知は昭和25年の1月で早生まれ、村西徹、24年のね、で村西徹は23年で同じ学年なんですよ。そんなに近いですか、だから団塊世代で同学年、そういうのも気心知れたんじゃないですかね。かたや福島で、かたや和歌山で、でどちらも貧しい家庭ですね、で一気に語りましたよ。こうちゃんの印象に残った言葉っていうのは夫婦だったっていう、ね、そうそうそう、でこちらが何 の, あの期待も想像もしてないようなフレーズが出てきたから、っていうね。で結婚ができない、男同士結婚できないんだけど、お互いの字をあのあもらうって、だからジャンに来た来たをねとか、あと養子になるとか、そういうあのことがあるらしいんだけども、だからかなり深かったですよね。話しているうちにこうじゃもう吹っ切ったのか隠すものがないっていうんで、肛門性交、はいはい、いわゆるアナルセックスね、はい、これはもう何度もやられてたと。でこの本ではちょっと忖度して、控えめに書いてたんだけど、だから今からもほぼ毎日でしょうね、当時の隣だとね。ジャニー北川氏が所属タレントの中で一番愛していたのは自分であったっていう自信と、捨てられたものの憤りが北浩二の体の中にうねっていたっていうふうに書かれていて、まあ、その北浩二さんにとってのジャニー氏どんな存在だったと思う、まあ、先ほど夫婦だったっていうお話あったんですけど、ただ読んでるとなんかこう他のところではでも北浩二さんは同性愛にはならなかったっていうような、そういうふうに気持ちには僕は最後までならなかったみたいな表現もあって、そうすると一体どんな感じだったんですけど、あのね、ジャニーさんが好きな好みのタイプっていうのは、はい、いわゆる異性愛者、新宿2丁目とかのあの辺の用語だとノンケってやつですよね。つまり女の子しか愛さないっていうね、逆にさノーマルという言葉もあるけども、同性愛者の男はあんまり興味示さないですよね。あ、そうなんですね、でも結構これは割とこういう同世代の世界では割と普通のあれで、のんけじゃないとダメっていうのは多いです、逆にまあ同世代者同士もあるし、でジャニーさんはなおかつペドフェリア、小児性愛者、そうですね、でなんかかなり支配的にするのが好物みたいで、だからね、非常になんていうかな、まずいあれが重なっちゃったんですよね、だから小中学生の男の子で、そうそうそう、まだ性経験がない子をもう無理やりっていうね、これが重なっちゃった、だから北小路もまさにそうですよね、まだ童貞の時で、であんまりこう受け入れるよりも抵抗するね、で長いそのジャニーズ事務所の歴史の中でも6年以上にわたって一緒に暮らしたっていうのは北小路しかいないから、やっぱ一番深い関係があったんじゃないですか。被害に遭った方をインタビュー、動画の中でするわけですけども、一番若いの13歳とかでしたよね。そうですね、このビデオの中ではね、はいはいはい、こちらね、はい、でもね、実際11、2歳の小学生もいましたよ。あ、そうですか、いました。で後にこれデビューしてますけども、でやっぱりいろんななんかクリーム塗られてやるらしいんだけど、多分ねこれね、アメリカの朝鮮戦争時代に米軍に所属してたじゃないですか、はいはい、でアメリカ生活長いから、はいはい、向こうもそういう同性愛 の, あの世界っていうのはいろいろ発達っていうかなんかね知ってるんで、はい、そこで学んじゃったのかなっていう、クリーム塗ってですっていうね、でそのクリームも日本で売ってるもんじゃなくて、米軍基地で買えるものだから、それをね、だから小学生がわからないからメンタムとかに聞いてたよね、だからそれはそれ専用のクリームって、
フォーリーブス解散して、これ解散したのは78年で、さっきの光源氏への本が出るのが88年、間10年ぐらいあるわけですけど、解散してソロになり覚醒剤使用で逮捕され職を失い鳴かず飛ばず苦悩の10年っていうふうに書いてありました。北小路さんがですね、ジャニーズ事務所離れてから本出版するまで、まあ、さっきちょっとお話ありましたけど、まあ、どんな感じの生活だったのか、どんな状況だったのかで、フォーリープス解散しましたと。で、解散してソロになって、歌とダンスでやっていくつもりで、はいはい、実際にハワイとかアメリカに渡ってんですよ。で、もう一回ダンス一から学ぶっていうん で、ところがコウちゃんっていうのは当時の日本の中ではミュージシャンでもトップクラスの ダンスの踊り手だったから、うん、でその踊り手がアメリカ行っても自分の方が上手いんですよ、講師より。そんだけ北小路 その運動神経とセンスの良さってんだけど、だ逆に自分が振り付け教えてあげるっていうね、だたまにさ白をつけるんでアメリカとかイギリスに来ているけども、はいはい、あの流れじゃないですかね、で全然その身につくものがなくて戻ってきて、で日本でもいろいろ歌とダンスとあとね役者もやるんですけども、はいはい、まあ瞑想ですよね、うん、でその直後に覚醒剤で捕まって、うん、フォーリブス解散する 4,5 年前からずっとほぼ毎日やってたって、ほぼ毎日ね、うん、で割と有名人とかで一緒にやってたりだとかして、はいはい、うん、そうだから後半のフォーリブスのステージのちょっとしたなんていうかな、暑さ異常さ北小路のね、うん、はやっぱそういう薬がなせる技だ、こうマイクこう、うん、振り回したりだとか、あと切腹の真似したりだとか、あと犬の首輪つけて銀座歩いてたりだとか、あれみんなそうですよね、うん、でもなんかこうそういうのをやっていない時間っていうのは逆にものすごく静かで恥ずかしがり屋な感じのタイプだって、うん、インドア派、インドアですよね、大体、うんうん、ドラッキャンってインドアになるんですよね、ああ。うん、大体インドアになる。なるほど。うん、でやっぱで、あと女と一緒で、はいはいはい、うん、セックスドラッグですから。はいはいはい、うん、さっき、高田敏彦さんと一夜を共にしたと語る AV 女優さんの、まあ、エピソードっていうのを紹介されていて、でまあ、その AV を村西さんが出したら非常に怒って、で小学館の会議室で、メリー副社長と、まあ、後社長になる、ジュリーさんですね、長女ですね、と、まあ、親衛隊も来てっていう話だったじゃないですか。で、その僕菅は岡本君にインタビューしたこともあって、でジュリーさんってすごくこう恥ずかしがり屋で人前に出るのが苦手で気が弱くて神経質でみたいな感じをと聞いていたんです。ああ、はい、ところがあの本読むと結構こう自分から出てって戦ってやるっていう感じだと思うんですけど、まあ、直接そのまま見られたわけではないと思うんですけど、ジュリーさんの印象どういうふうに。いや私本人と会ったことないですよ、はいはい、また聞いていいですか、はい、当時母親の、ね、メリーさんと一緒に来たじゃないですか、はいはい、でメリーさんは帝王学ならぬ女帝学をあそこで示そうとしたから、うん、娘の方もそれを受けて、うんうん、割と結構攻撃的だったんじゃないですか、うん、あと若いとさあれ男も女も攻撃的になりますよね。あ、なるほど、なるほど、うん、で一説には田原俊彦のことが好きだったっていうね。そうそうそう、だから俊ちゃんなんかのために絶対守るっていうのはさ、で余計先鋭的だったのかないし、でなんかその場のやり取りでは書いてあったのでは、もう田原俊彦さんもこうキューとなっていたんですけど、実際今度それを記事にして、ポストでしたっけ出た時にはもうこう非常にジャニーズがこう強気な感じで、あの女優の彼女が、うん、いかにも私が嘘をついちゃったみたいな書かれ方になってたみたいな、確かそんなことも書いてありましたよね。なるほど。じゃあさ、まあ、あの時は異常だったのはそのプロダクションはタレントを守るから、はい、タレントをその争いの現場には連れてこないんだけど、うん、連れてきたんですよね、うんうんうん、だからそれはメリーさんが田原俊子ちょっとね恥ずかしめの刑をやったみたいなね、うん、制裁というか的なところもあったんじゃないのかなっていう、ね、罰を与えたというか、うん、おなるほど。1989年聖火、私は北小路を主役にしたビデオ版光源氏へ、まあそのパワースポーツのそれですけども、を撮り始めたというふうに書かれています。これがどのような内容の、これドキュメンタリーっていうくくりでいいんですよね。ドキュメンタリー映画っていうイメージになるんですか。ドキュメンタリー、これはまあビデオですよね。ビデオですね。で結局これが1988年の秋で、はいはい、でやってこれ35万部売れたんですよ、うんうんうん、で
村西のところは当時クリスタから分かれてダイヤモンド映像っていう、はい、なんかバブリーな名前の会社作って、それで5つぐらいレーベルがあったんですよ。でその中のイメージビデオのセクションでパワースポーツがあって、でそこで北小路のビデオも出そうよと、でじゃあ私監督やりますよって言って、でこうちゃんとその頃もこうちゃんと毎日やってたからね、でこうちゃんのビデオを撮ろうと、でこの性加害の話まで喋るということで、うん、で喋ったわけですよね。これ内容としてはどういう内容の、これのビデオの、はい、ビデオ版ですね、はい、あ、まあだから ひたすら告白していくっていう、ね、で私が監督で、あとサンドバッグ軍団村西とのところのターザンヤギっていうね、これ AD なんだけど、まあ、自分でも出演させられてビデオで童貞失った男なんだけど彼が回したんです、はいはい、カメラを、はいはい、で撮った場所は高田馬場の私の事務所、はいはい、だから中でたまに山手線の警笛とかね、ブレーキ音だとか、あと下を通る道路のサイレンの音とかね、まあ入っちゃってるんだけど、逆にあれが臨場感があって、はいはい、たくまざる効果を上げてますよね。北小路さんが喋ってるのを見ると、最初はこう控えめに告白し始めるんですけど、後半になってくるともうちょっと怒って、ジャニー北川危険メリー危険みたいな感じでこう怒鳴りつけてる感じになるじゃないですか、うんうん、打ち合わせは一切ないです。そうそうそう、だ北小路こうちゃんがジャニーさんとかに向けてなんか思いの先を言ってくれと、でこの本でインタビューした時のような形でいいから好きに言ってくれと、でキュッて始まって、うんうん、やったんですよね、うんうん、ですごいなと思ったのは、うん、ニューオータニで初めて来たゴーチ会った時はもう本当心ここにあらずで、はいはいはい、もうレスポンスも遅いし、うん、なんか地味に紛れ込んじゃってるし空間にね、誰も見向きもしないんだけど、米カムのカメラ回した途端にここのずっと一点で見てね喋るんですよ。でこれは簡単なようで言っても難しいからね、これね、ヘイジュードでポールがさプロモーションフィルムでヘイジュードやった時にピアノ弾きながらさ、うん、ずっと行ってみながらまさにあんな感じだよね、うん、視点はこう外さない、うんうん、ちょっと苦しくなった時とか考えることをする時って人間でパッて左上を見えるんだけども、それすらもやらないんだよね、ずっと、ね、ずっとでしたね、うん、で途中でも喋り疲れたらじゃあ行っちゃいったん回カット、はいはい、であの時は後から思っては失敗したなと、もっとカット割りかけていろいろイメージシーンとか挿入した方がね、いいだろうと、これもう退屈だよと、これねもう1カメでずっとズームバックもズームインもしてないから退屈すぎんなと思って失敗して思ったんですよ。でも逆にそれが良かった、はいはい、まさに裁判資料としてカット割りもしてないしズームインもズームバックもしてないってことは、つまり映像を一切いじってないって、でこれほど裁判資料として使える映像ないわけだから結果的にも良かったんですよね、うん、でこの前ね、でターザンヤギに、うん、あの時なんでヤギちゃんズームインもズバックも全然してねえじゃん、はいはいはい、あれなんでって言ったら、これからこうちゃん喋る話をって多分歴史的な証言になるから、うん、本では語ってたけども映像ではあの時初めてだからもう本当に緊張しちゃってズームインもズームバックもできなかったって、真相、そういう感じを聞きながらお持ちになったんですか、これはすんげえ話をしてるなっていう、いや歴史的なシーンにはなると思いましたよ、映像にはね。だけどまあ私の高虎パパの事務所でさもう2人で回してただけでさ、まさかそれがね35年後にこんだけ地上波でさ、そうそうそう、あらゆる局のプロデューサーがね借りたいっていう返信ってやっと来るでしょ、で今も、ね、世の中で出回っててびっくりした、予想できないですよね、35年後はね。最初このビデオを出された時の世の中の反応どんな感じだったんですか。全くそうスルー、うん、でごくごく一部のサブカル誌にちょっと出ただけで全く。でも本は売れたんですよね、すごい。あっち売れましたよ、35万部、5万部売れました、うん、なんでこっちが売れてこっちは
だそこがあれだよね、媒体のなんていうかな、摩訶不思議さ。パワースポーツというのは、はい、いろんな当時の新進の杉本彩だとかね、そういうアイドル系セクシー系の女優のセルビデオでプロデューサーの元イエローキャブ巨乳マイスターの野田義原さんがやってらっしゃった、はい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 、だそういうところでこれ載せてもさ売れないですよ。スキャンダルね、もっとお姉ちゃんのその綺麗な水着見たいっていう層がありますよ。で、一般紙とかは紹介しないし、で大量在庫で営業部長がなんでこんなの取ったなと、でほぼ廃棄処分。うわで今これで、ね、とんでもない額でね高値で売られたりしてるけども、当時は邪魔者扱い。ああ、やっちゃったみたいな感じだったんです、ね。誰も見向きしなかった。最初にその田原俊彦さんのと一夜を共にしたって語った AV 女優のが出た時にすごくジャニーズ事務所怒ったわけじゃないですか。その後に、まあ、ある種復讐の意味も込めてこれ作ったわけですけども、こっちの方がはるかに衝撃性は強いわけですけども、これを出た後のジャニーズ事務所の反応っていうのはどうだったんですか。ないですよね。何もなかった、うん、いわゆるメジャーを見解というのを選ぶわけですよ。はいはい、週刊ポストあと 11PM ってね、うん、メジャーをね。で私もその田原俊彦となんとかあったっていう女優のインタビューをやってるんですよ、ビデオ・ザ・ワールドで、うん、当時ビアキア処方でね、うん、スルー、でこれデータウス、はいはい、こっちもスルー、はいはい、うん、でビアキアコアマガジン、データウス、いわゆるサブカルチャー、サブカルね、はいはい、サブカルは無視、怪文化は無視、うん、喧嘩するんだったらこっちのメジャーなと、うんうんうん、だから編集長もねこの前言ったんだけど、これは35年後のサブカルの逆襲であってサブカルの勝利であると、うん、あまあ確かに大メジャーの地上波が NHK から TBS から週刊朝日、ね、朝日新聞からみんな借りに来て見たがってってやってるじゃないですか。と35年後のあれだよね、今回のこのジャニーズと僕の本が出たからみんなテレビの会社とかはこのビデオを貸してくださいっていうのを急に来たんですか。それともでそれの、はい、一部始終全部をこの本で綴って、うんでこの本から彫ったんですよね。でこの本見れば大体全ての流れは分かります。あ、そのビデオ版光源氏ではですね、北越さんばかりではなくて元ジャニーズジュニアだった少年たちっていうのも多数出演して性被害の実態を語っていますと。でこの中にはですね、最近のジャニーズ性加害問題当事者の会代表の平本淳也さんも含まれていました。少年たちインタビューで何を語ったんでしょうか。で彼はジュニアですよね、はい、で光源氏の本を読んで、まあ、びっくりして、はいはい、でやっぱり自分だけじゃなかったんだと、はいはいはい、で当時はまだ表出てなかったから自分だけの問題で内側に隠しちゃったんですよね。ところが同じ性加害の被害を受けたっていうのは自分だけじゃなくて、北浩二という大メジャーな事務所の大先輩がもうやってて、でしかもその先輩が恥を忍んで全部告白したっていうんで、それでみんなジュニアはびっくりしちゃったんですよ、うん、で自分もそんな恥ずかしがってる場合じゃないっていうんで、うん、出版元に連絡が来たり、あと被害を受けたジュニアのが集めて声かけたりとかね。そうそうそう、うん、でその中に平本淳也がいたんですよ、うん、で平本淳也はもう次にデビューするのはほぼ確定してたから。あ、うん、そうなんですか、うん、だからね、最初平本淳也がそういう自分の被害受けだったっていうんで来て会った時は、あ、ジャニーズが来たと思いましたからね。ってことはまだジャニーズの中にいたんですか、平本さん。いや、もう辞めてた。辞めてた、うん、辞めた直後ね。それは割り切って辞めたんですよ、うん、で平本やっぱ顔ちっちゃいしさ、やっぱ丸顔で可愛らしいし、うん、22、3でね、うん、でジャニーズのアイドルの卵たちに特有 の動きの強さもあるから、意外とみんなねジャニーズ鼻っ端強いんですよ、うん、で自分も喋るっていうんで、で被害の中でも一番ちゃんと理路整然と言ってたのが平本で、うんうん、そう、腹がありましたよね。
結局何人ぐらいの若い方々があの時証言されたんでしたか、ね、あの時は10人ぐらいいたのかな。すごいですね、うん、でやっぱり自分もされたされたっていうんで横のつながりがあって、そうそうそう、でやったんだけど、うん、でスポンサーの村西と俺は、そうそう、あの中途半端なのに食べられないよ。で唾液を与えるためにはそんなのしゃぶったしゃぶられた握った握られた程度じゃダメだと、うんうん、ケツを掘られたのを探しなさいと、うん、でケツがキーワードだ、うん、で今ケツっていうのはあの人なりの偽薬的な表現であって、まあ、肛門性交を無理やりされたっていうね。でその話であれば当時1989年の段階でも今みたいに LGBTQ というのは今の概念がなくて、うんうん、男性の性被害っていうのも警察もほとんど受け付けてくれなかったから、うん、ただしその時でも小中学生の肛門性交はっていうのはこれは立派な傷害罪になるし、はいはいはい、強制わいせつになるから、うん、でそれの一つのシンボルとしてケツ掘られたって、だから村西とのあれは当たってたのよ、動物的な感じでね、ちゃんとこう犯罪性があるっていうところまで明らかにしようぜっていうことですよね。でケツ掘られたあの小学生を探せっていうんで探しましたよ、うん、で探して喋るっていうので何人かいて、うん、で彼らは誰にも喋ってなかったから、うん、あの戸建ての2階の自分の部屋にいて、で夜中の2時ぐらいにご両親が寝静まった時にあのベランダから這い上がってきて、で8ミリビデオ回したりとかね、で私インタビューしてますけど、あ向こうの家に行って、うん、まあ、うん、それもこういう出てますけどね、はいはいはい、うん、まあぼかしがあるんだけども、はいはい、モノクロ映像の8ミリ映像はみんなあれですよね、そう少年たち、 あと神戸とか地方の方に行ってあの仕事とか学校の合間に回して撮ったりとかね、だいたいみんなやられてることは同じですよね。そうそうそう、不思議なぐらいクリーム塗られて肛門成功されてみたいなね、うんうん、平本さんって東山さんとかとジェネレーションとしてはほぼ同じぐらいなんでしたっけ。いやだからまあもちろん向こうもいろいろあってそういう言い方するんですけど、噂でしか知らなかったって皆さん中にいる方々とかって言うじゃないですか。だけどもそうやって当時からジュニアの間ではやられてるねって話をしてたから、一声かけるとそうやって人がバッと集まってきてちゃんと話が共有できるぐらい、まあ、ある意味常識というか中ではそういうことが起きてるっていうことを、そうですね、この辺はどう思われますか、うん、あのジュニアの中では常識だったんだけど、ただ自分がそういう肛門掘られた話では人いませんよね、うん、うん、しゃぶったしゃべられたっていうのもね、うん、だから隠していて、であうんの呼吸でやられたかやられてないかっていうそういう話が出てくるぐらいだから、うんうん、ずっとこう表面下にちょっと浮いたり沈んだりで、そうそうそう、でそれが全部表面下出たのがこの本で北浩二が喋ったって、うんうんうん、で 7,8 人集めて映像化したのがこれだったってね、うんうんうん、僕は90何年か あの文春がジャニー氏と裁判で戦ったっていう、その前に特集を出したから、まあ、ジャニー北が怒って訴えてっていう流れ、あそこが最初にドーッと出てきたところなのかなと思ってたんですけど、まあ、今回の見たらその前に相当な方にインタビューされて明らかにされてるっていうのもその段階でやってるってことですか。そうです、だから今テレビ雑誌新聞で出ている性加害の証言っていうのはデジャブですよ、うんうん、この中のと同じようなセリフ、うん、35年前に出てたっていうね。文春の裁判の時もそれっていうのは話題というかテーマになった、一部に出てました、一部に、ね、で今回の BBC が、まあ、2023年3月ですか放送したわけですけども、まあ、あれ22年の12月ぐらいに確か来て取材をずっとしてたと思うんですけど、あの時も来てお話とか、うん、2、3年前もっと前かな、はい、から BBC から連絡があったんですよ私のところに、うん、で日本の BBC の窓口は平本淳也です。あ、うん、で彼も元あのフォーリーブスじゃなくてあのジャニーズ事務所にいて、はい、デビューするはずだったから一番深いポジションにはいたんですよね、うん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 、だからそういう性加害もあって自ら辞めちゃったんだけど、で彼はなんかジャーナリスティックな才能があって、うん、でそういうのを調べるのが好きなんですよ、うんうん、で私と、まあ、この時に知り合って、うん、私がこうライターやってるから興味持って、うん、それ以来あの師匠師匠って呼んでくれて、うんうん、で自分もライターやるって言って、でそのジャニーズ関連の本書き出したんですよ、うん、
で彼は400字詰め原稿用紙ね300枚を3日で書いちゃう。お3日でね、本当に、それも超人、で結構売れるんですよ、売れるのそういうのが悔しいけど。本読んで僕知ったんですけど、産経かなんかのやつだ雑誌では1960何年にもう裁判が、そうです、1965年じゃなかったっけに裁判が別件であった、ジャニーズ関係の、そしたらもうそこでそういうことが裁判で話題になって、ちょっと報道されてる、ね、初代ジャニーズがあの歌のレッスンとか踊りのレッスンで、はい、あの通っている学院があって、でそこでレッスンしたんだけども、まあ授業料払え払えないとかに裁判沙汰になって、でそこで、証言者で出るんだけど、そこにジャニーさんの性加害同性愛が問題になったって。でこの時にルポライターの竹中朗さんが書いてますよね、はい、その辺がタイミングというと本当に一番最初、一番最初、あと週刊誌でも書いてます、でただ当時まだジャニーズはそんなに大きい影響力がなかったから、割とすんなりと出てるんですよね、出てるけども、ただねこういう言い方あれか分かんないけど、男同士のスキャンダルね、性的なは絵にならないというか、ちょっと気持ち悪いっていうのかな、なんかな、男と女には絵になるけども、男同士ってね、あとメディアが取り上げないですよね、ニュース性がなかったっていうイメージですね、取り上げないですよね、で読むのもあんまりいなかったし、受け止める側のそういうのができてなかったってことですね、まあそうそう、あの男の同性愛まで日陰の腹でしたよね、まあ、この例えばビデオとか88年ですか、88年本出されて、まあ、その後ビデオ出されて、でその後ジャニーズ事務所ってもうどんどんすごいグループが出てきて大きくなってくるじゃないですか、そういうの見ながら何を感じておられまして、テレビとかでこうどん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 出てくるじゃないですか、 SMAP が出てきて嵐ができて V6 なんだって、なんかどういうことを感じになってました、いつも見ながら。ああやっぱ影響ないのかなって思いましたよ。で、ね、非常に印象に残ってるのは、あるそのマスコミ関係者の奥さんがいて、でその息子がやっぱ可愛らしくて、でジャニーズ事務所に、ね、入所させようと、でジャニーズに受かるようないろんなコストから教えてくださいと、で平本を紹介したりとかしたんだけども、でもお母さんあれですよと、光源氏ってこうちゃんも本書いてるし、ああいうジャニーさんとのねそういうことが体験があるかも分かりませんよと言ったんですよ。だえもちろんですって、まあ、それもいい経験だと思いますってね、だから父兄もねなんか一部には裁けてというかね、まあ、そのぐらいのことを織り込み済みでスターになるしてやるんだうちの方みたいな親が結構いいだって、まあ、結構どうか分かんないけど、まあ、ごく一部にいましたよね。なるほど、この本読んで、まあ、ジャニー喜多川氏といえばですね、ジャニーズ事務所の社長というイメージだったんですが、まあ、この本読んで僕はあそうだったんだって知ったのは、ミュージカルの脚本とか、所属アイドルの歌の歌詞書いたとか、いろんなことをやってるんだなと。で日本最大 の, その芸能事務所を作ったジャニー氏 の, この能力と多彩さ、まあ、そのちょっと経営者とか芸術家的なとことか、この辺に関してどういうなんか、まああのはい、天才ですよ、ね、先生、で1968年かあのフォーリーブスが、ね、これからデビューするときに最初に私も覚えてるんだけど、木の葉っぱのイメージで緑のなんかさ帽子とかさあのパンツ履かして、でチューブラリンでこう降りてくるんですよ、ゴンドラみたいでね、で木の妖精みたいな、まさに4つの葉っぱ、フォーリーブスってんでね、でそういう物語性があって、そこからフォーリーブスが生まれたし、男たちの夢を物語らせるのは天才ですよね。だからこれは難しい問題で、病識があってそうだったのか、それとも男の子が好きだからそういうショーがうまくやったのかっていうのは難しい問題 で、で意外とその世界のショービジネスのマネジメントっていうのは実は同性愛者の方もいて非常に優秀なんですよ ね、そうですね、もう言うまでもなくビートルズのね、ブライアン・エプスタインっていう有名なマネージャーは同性愛者で、成功してるし、結構多いですよね、ただそこがね性加害あるかないかがまたね一つの分水嶺になっちゃうんだけども、でジャニーさんの場合はそこ性加害いっちゃったから今問題になってるんだけど、そこをとどめておけばね
まあ、本当に天才中の天才、万節を汚すこともなくですよね。まあ、先ほどの話にもありましたけど、そのまず同性愛っていうこと自体がなかなか時代として認められていないっていうのがずっとあったっていうのと、あのいわゆる同性愛じゃない人たちと比べて恋愛するのをオポチュニティ数が少ないっていうか、チャンスが少なかったりするっていう中で、しかも小さな子どもたちが好きとなってしまうと、まあ満たせないっていうのはすごくあったと思うんですけども、 そうなんです、うん、それを独自のああいうチャンネルを作ってしまった、それができるっていう、やっぱそれはだから逆に言うとすごいバイタリティで頑張っちゃったのかな、うん、仕事もっていう、なんかそういう感じも、うん、だ自分の好みのね少年たちのだから狩り場っちゅうかな、 そこを作っちゃったわけですよね。ですよね、うん、でも逆にそこからスターが生まれるわけだから、う、うん、あれだよね、いろんなこう皮肉というか、うん、矛盾というか、うん、何とも言えないものがありますよね。でしかも自分がやってるのは、うん、あの正反対だっていうのはうすうす分かってるから、そうでしょうね、分かってるけども、そこから大スターが出るとメディアはスキャンダルを取り上げないから、ますます大スターカリスマをそこから輩出するってことが自分の身を守ることになるし、自分のアイデンティティも刺激されるから、うんうん、あでしかもあの写真とか全然出さないじゃないですか。自分からメディアにジャニー北川氏出て行って華々しく喋ったりスピーチしたりって全然しないじゃないですか。写真は撮らせないです。ですよね、たまたまスナップ写真で残ってるけど、ないですよね。ないですよね、だから多分その辺も晩年で1枚あるけども、それは帽子かぶって、はい、サングラスかぶって、そう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 、ジャニーキャップね、そうそうそう、ジャニーグラスね、そうそうそう、今結構あれ流行ってるらしいですよジャニーグラス、ジャニーキャップ、あの私のトークイベントの時もね、あの格好したあの いましたよはぁみたいなメリーさん、どういう印象をお持ちになりますか。ジャニー北川氏を副社長として支えてきて、いろいろまあ揉み消していたりってあって、まあ、ある種ちょっとコントロールしていた部分もあると思うんですけど、この本を読むとやっぱりすごい怖かったんだろうなっていう感じを僕は受けて、うん、やっぱり天才的なショービジネスのプロデューサーであり、うん、あとスカウトマンでありましたよね、うん、でジャニーさんが気に入った少年たちっていうのはやっぱりファンも一番お気に入りだから、そう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 、メリーさんにとってみてもいたしかよしで、この才能だけは手放したくないと。だけどあの私生活では、ね、自分もそういう性加害やっちゃうっていうんで、ね、だから弟は病気なのってね、あの陰で言ってたらしいんだけども、でも必死になって守ってましたよね。守ってましたよね。ジャニーズのから出てくるスターたちって、まあ、この性被害のことがあって初めて僕はそういう目で見たんですけど、なんかあるこう要するに今まで デビューしてなかった被害に遭ったっていう方々も出てくると、あ結構なんか統一感がちょっと雰囲気にあるなっていう、ああの日本のこう美少年像っていうのを、うん、もしかしたらジャニー北川氏がかなり作ったのかなっていうぐらいありますよね。ありますね、うん、なんかこう似てる感じっていうのが、うんうん、あります、うん、そうまずあの顔立ちがいいことね、美少年ね。でそれはあの2枚目だったり、あとで3枚目でだったりとかするんだけど、個性的であり、多少の悪の強さがありますよね。あと やんちゃ、うん、で共通してるのはあのみんないい顔してるんだけど、あの腹っぱしが強い、ちょっとわがまま、これ大事で、あの芸能界で成功するってみんなそうですよね。で特にああいうやんちゃでわがままぐらいの方が会社成功するってね。あとは どちらだ、小柄が好きですよね。あ小柄、あそうですか、うん、みんな小柄ですよ。フォーリーブスも小柄だし、北小路もちっちゃかったし、だからジャニーズはやっぱ小柄じゃないとっていうのが一つの不分率になってたから、東だとか東京とかとかの一部は大きくは例外ですよ、はい、ジャニーさん小柄なのが好きだから、あその辺にもやっぱり個人的な感じが、だから日本のね、小ビジネスのあれはアイドルは小柄ですよね、はい、K-POP に比べるとね。本来ゴーストライターが表に出て喋るのはタブーなんですけど、はいはい、あえてここで出たっていうのも、この北小路の光部源氏が全部虚構の書だと喋らさ出してるんだというね、ごくごく一部にあるのね。
うん、で北浩二があの実は謝っていたとかね、本人会っていない人たちがそういうことをでっち上げて、うん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 、でこっちの証言もしてるんだけども、うん、それすらも否定するのがいいから、じゃあその舞台裏はを知ってるのは私しかいないわけだから、これが歴史の偽造として葬られるのも、うん、ね、よくないから、じゃああえて私が出てきて真相をしゃべりましょうっていうんで、これ全部作ったんです、うん、だ全部これ入ってるから、うん、だからいつも言ってらっしゃいますよね、うんうん、そう。でも逆に言えば懐かしかったです。ああ、うん、こうちゃんとはね、そのもう2012年で亡くなられてからって思いますけども、うん、久しぶりにこうちゃんと会えた気が しました。ああ、そう、北浩二さんのパーソナリティっていうのもすごい書かれていて、そこも独特なものがありますよね。ありますよね。こう実は恥ずかしがり屋だったり、うん、内気なんだけど、うん、だけどおしゃべりなんですよ。実はおしゃべりで、人間って口があるからやっぱりしゃべりたいんですよね。でそれどっかスイッチを押してやるっていう。ああ、うん、でそうで、ほら小説とか映画には駄作はいっぱいあるけど、で人間の反省には駄作はないからね。ああ、でなぜかって言ったらその人一人がやっぱり最高のオリジナルだから、うん、でそこのスイッチを押してやればやっぱりしゃべるんですよ、うん、でこうちゃんがだから、うん、ちょっと、ね、人を振り回すのが好きだったりとかね、うんうん、破滅的なところがあったけども、そこをうまくしっかり形で残してやるとかね、と、うん、なんか日本で最初のバク転をするっていう、そうアイドルが ねいなかった北さんが実はその流れを作ったっていう、だから何度も目の前で見せてくれましたよ。ああ、うん、そうそうそう、なんか 2種類あるんですよね、うん、回り方バク転できるってすごいことです。革命的な人ですよね、うん、あと世界がひっくり返っちゃうわけだから、うん、なんかジャニーズに入るにはバク転ができなきゃダメだって僕なんか子供の頃から聞いてましたよ。ああそれそうです、ね、あとスポーツの好きな賞ね、そうそうそう、だからジャニーズに応募するには、うん、写真館で撮った写真より公園で跳ね回ってるような写真をつけて応募した方が受かりやすいって言います、うん、ああ、うん、そんな、うん、その本当今年ですけど BBC のがバーンと出て、菅野岡本君出てきて外国特派員協会で喋ってニュースになった時にまだテレビとか全然やってなかった段階どう思われました？あ、またこのタイミングで来たって思った時になんかすごく、あ BBC がね、まあ、でも BBC 取材されてます受けてます、うん、やっぱヨーロッパとかアメリカというのはこういう性加害に関して、うん、特に少年とかね、うん、非常にデリケートなんで敏感なんだなって、はいはいはい、でなんで50年以上都心の真ん中ど真ん中で少年たちへの性犯罪が行われているのに張本人は捕まらないんだ、メディアは報道しないんだっていうのはね、それが BBC のスタンスだから確かにその通りなんですよ。その異常さに私もちょっと慣れてしまったところがあるのかも分からないし、うんうん、あとテレビ局も本来だったら報道すべきことを一切してなかったから、うん、だから麻痺しちゃってたんですよね。そうですね、